こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、オールドレンズの中でも非常に人気の高い一本になります。ズマリットの 50mm F 値が 1.5 の非常に明るいレンズですね。ご覧の通りズマリット 50mm ですね。シリアルが1330139ですので1955年ですねのドイツ製ズマリット 50mm ということになります。はい、外観から見ていきますとですね、外観はご覧の通り、金属の腐食、サビ、汚れとかですね、どっかに強くぶつけたり落下したような跡もなく綺麗な状態ですね。マウント部分も綺麗です。はい、油汚れなどもなく大変綺麗だと言っていいと思いますね。で、レンズなんですけれども、ズマリットのこの前玉のガラスがですね、非常に柔らかい素材でできてまして、どうしてもですね、吹き傷がですね、多い個体が多いんですけども、この個体もですね、どうしてもですね、やっぱり前玉にこの、スレが目立ちますね。ご覧いただけていると思いますけれども、ちょっとですね、前玉のスレが目立ちます。はい。後玉は綺麗ですね。で、中玉はですね、曇りカビ、バルサム切れとかもなく大変綺麗ですね。で、チリゴミの、混入も認められませんので、ほぼほぼ見えませんので、この前玉のですね、スレはですね、画質にはほぼほぼ影響はないので、それだけ気にしなければですね、非常にいいお買い得の答えだと思います。はい。絞りの動きも警戒。はい。この15枚真似ですね、絞りの油の乗り、羽の動き、痛みとかもないですね。でもってヘリコイドも、やや重めなんですけども滑らかに回ってますね。これは整備した時にですね、重めに設定したものと思われますね。でもって、無限ロックもちゃんと効いてます。はい、ということで、オールドレンズとして最近非常に人気の高いですね、ズマリット 50mm ですね。はい、本当にですね、画質にはですね、ほぼ影響はほぼ全くないと言ってもいいぐらいの傷ですので、ぜひですね、チェックしてみていただけましたらと思います。はい。付属品がリアキャップですね。フロントキャップの純正品がちょっとなかったのでですね、まあおまけで、あくまでもおまけですけども、ニコンのですね、これをつけてお届けいたします。はい。ということで、最近のですね、ミラーレス機能ですね、流行によって、はい、オールドレンズとして非常に人気が高くなっております。ライカの、ズマリット 50mm M マウントですね。申し遅れましたけど、M マウントになっております。はい。はい、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。